分かってない知っとるよ。はい、風俗編集長の伊沢です。前田のこうちゃんです。ウィキペディアにない言葉しりとり。おお、すごいこと考えるな。今からしりとりをしてもらいますが、ウィキペディアに記事が立っている言葉はドボンです。つまりなるべくマイナーな人の名前とか物の名前とかでしりとりしてください。現在日本語ウィキペディアにはおよそ100万本の記事がありますので、100万個の単語がこのしりとりでは使えない。うん、きつきつ名詞限定です。形容詞とか美しいとか動くとかそういうのはダメ。ただしこれだと、まあお母さんの名前とか友達の名前とか、まあ、果てしなくマイナーなものを言ったら OK ってことになってしまうので、ウィキペディアの何らかの記事の中に登場している言葉に限定します。要するに記事にはな、記事のタイトルには使われていないが他のものには使われている。はい、例えば下作三昧という芥川龍之介の作品があるんですが、下作三昧というタイトルのウィキペディアのページは存在してません。そして芥川龍之介のページの中に下作三昧についての記述があります。こういうのが OK。おお、すげえ知的なところで、ね、よく見つけてきたな記事が立っていたり、もしくはウィキペディア内に記述がなかった場合はドボンとなりまして、3回ドボンで負けます。おぉ、いうふうにします。うん、おぉ、でも俺は必勝法を見つけたからこの必勝法で乗り切る。おぉ、天狗の伊沢さん、理から始まる言葉で考えます。はい、じゃあ、リュウイソ。役満のページあってもリュウイソ単独のページはなさそうだ。なるほど、検索。はい、おぉ、あるあるー早くもあります。これ、マジでむずいよ。リュウイソございますので、ワンドボーンしりとりは続くということで、こうちゃんがソから始まる。ソロコンテスト。ソロコンテスト。まあ普通吹奏楽のコンクールってまあ結構大勢で、それと対比されるのはソロコンテストがあって、まあ、じゃそれはもう一般の連合ということで OK としますが、うん、検索してみましょう。おー、うまい、うまいな。ありませんのでクリアです。よし、ね、いろんな高校とか実績とかのところに、ね、うん、そうそうそう、はい、じゃあオープン。トルネードスピン。皆さんそれんで終わってます。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。しりとり、ドボンは3回で負けだけど、しりとり、んがついたらもう1回で負けだと思って、このチャンネルで、めっちゃしりとりやってるのに、いまだにこのミスする。はい、得意したのりやす。おお、僕の友達のクイズ王です。いきましょう、こちら。はい、やったーもう知り合いを見事に使っていくスタイルだね。あ、結構ありますね。まあまあただの知り合いじゃなくて、ちゃんと有名なね。そう、有名な知り合いです。宝石が残っている知り合い。そうそうそうです。スーパーフリーダ。スーパーフリーダ、それは何ですか。これは機動戦士ガンダムシードディスティニーに登場する、これストライクフリーダムなんですよ元の機体は。はい、でも一時期誤植でスーパーフリーダムって出てた時期があって、ほう、だから絶対単独の記事ないけど、その中にスーパーフリーダム。おお、うまいな。なるほど、うまいな。でストライクフリーダムは記事になってる。記事になってるけど、スーパーフリーダムが、スーパーフリーダムで検索してるのにストライクフリーダムのページに飛ばされるという可能性はある。飛ばされた場合は負けですね。あー、だいぶ難しいな、これマジで難しいな、これ。スーパーフリーダムはこちら。うまい、一個だけ。オッケーですね。あ、でもフリーダムガンダム過去スーパーフリーダムガンダムからのリダイレクトになった。スーパーフリーダムガンダムでリダイレクトになった。なるほどね。こうちゃんスーパーフリーダムで止めてます。ギリギリうまい。これは OK です。やった。俺は勝負のために何でもするぞ。今もう先に見ちゃったさっき見たんだ、武藤大地。おおこれも知り合いクイズプレイヤーですね。さっきのと同じページにあるんじゃない。知り合いのクイズをウィキペディアに載ってるけど単独ページにないがちです。これ第3の衣装です。今のところ第1の衣装と第2の衣装は使えてない。それではいきましょう、武藤大輝で検索。よっしゃー、はい、ね、完璧ですね。はい、オープン。キス&クライ。キス&クライ、フィギュアスケートの選手がなんか得点ます。こちら、ありますね。ありましたね。あるんだね。そう、宇多田の方出たね。フィギュアスケートのリンク脇に設置された小さいスペース。完全に説明されて普通にダメなんだ。ちゃんとあるやつ。ちゃんとあります。しかも単独ページもある。単独ページあります。はい、イメージダウン。イメージダウン、これボーイの曲ですね。なるほど、はい、はい、どうぞ。うん、はい、イメージダウン。おおおおうん、おおどういうこと。分かってない知っとるよ。ほんとだ。初心者か。初心者とか小学生でもやんない。小学生でもやんない。これだろ。はい、オープン。
イリンクス。イリンクス。あれですね、ロジェ・カイオワが提唱した遊びの四分類の一つ。ああ、そういうことか。めまいに当たるやつですね。おしゃーい、うまいね。素晴らしい。これでワンミスワンミスか。そうですね。うん、まあ俺がいろいろやらかしていることをカウントしなきゃ。では、オープン。数理化学基礎。数理化学基礎。東大のね、1年生の理系が取る科目。数理化学基礎はこちら。ありますね。うわ、すげえ。しかも、教養学部のページだ。すごい。お見事、一件存在しました。よし、よかった。はい、では行きましょう。オープン。はい、ソルロック。ソルロック。おお、これはリダイレクトされたので、ドブ。ああ、ほんとだ。リダイレクトで中間ページに行ってんだ。ポケモンの一覧のページに行っちゃってんの、ね、そうですね、ポケモンの一覧のページ。なるほど。ということで、まあ、こっから分かるのは、ポケモンは多分全部ダメってことですね。ダメですね。はい、いやー、間違えてた。クルトガ。クルトガ。ありそうだけどな。いや、単独はねえんじゃん。原作、ありますね。おー、あるね。単独であんのか。ということで、ドボンでございます。2人とももう、2ドボンなので、先、次ドボンになった人が負けですね。オープン。ガチマッチ。スプラトゥーンのガチマッチ単独ページじゃないけど、スプラトゥーンのページには絶対ガチマッチって書いてあるでしょ。なるほどなるほど。これでドボンだったら、こうしたら任天堂によってんな。いきましょう、ガチマッチで検索。おい、クリアです。これは見事。伊沢さんが先行選んでますので、これこうちゃんドボンだったらもう文句なしの敗北と。そうですね。はい、ではいきましょう。オープン。超クルリンパ。超クルリンパ。あのペンギンの問題って漫画があって、それの木下ベッカム君がホロホロじゃん。あのクルリンパって必殺技があるんですけど、はい、それのちょっと発展版、超クルリンパ。和田の名前。和田の名前です。はい、じゃあ行きましょう。検索だー。え、ない。オーバーした。ペンギンの問題の、あ、シンクルリンパ、ね、シンだったか。シンだったか。しまった、なんか勝手に変えてた。シンクルリンパか。シンクルリンパだと、あー、うん、これが出ますね。しまったな。通りですね。しまった、シンクルリンパだった。ということで、こうちゃん、アウトー。おい、私の勝ちだ。はい、今回の勝者は伊沢さんでーす。私の勝ちだ。あの、伊沢さんが思いついた必勝法っていうのは何ですか？1が、アルバム曲。あ、アルバム曲狙い。知ってるアルバム曲を狙うっていうのが1つ。はい、2つ目が、別名、別表記。うん。で、リダイレクトされないもの。週末ヒロインとか絶対に多分リダイレクトないでしょ。週末ヒロイン、では。ほんとだ。このルールきついですね。ルールがね。いやー、やっぱりしりとりって難しいなー。ルールが、しりとりの元来のルールがね、オリジネートされたところが難しい。はい、ということで、はい、やらかしつつも、はい、今日はウィキペディアにないしりとりをやりました。むずルールむず。皆さんもぜひこれでね、友達と遊んでみてください。ということで、皆さんもどれぐらいできたかとかですね、こんなのがいいんじゃないかみたいなのをコメント欄に書いてください。そして質問コメント、サブちゃんのフォロー、ツイッターなどもよろしく。さようなら。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。